はい、福岡市で唯一の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアをですね、腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、今日はですね、サッカー情報なんですけど、野球がない時はですね、僕は浦和レッズが大好きなので、サッカーの話をさせていただきますね。はい、浦和レッズがですね、鹿島アントラーズとこの間 J リーグをやって、今ですね、勝ち点差が 4あって、で、アジアの大会に出れる枠っていうのがまあ3つあるんですけど、まあ、その1枠をですね、こう、うまい感じでこう争ってて、まあ、なんと3対1でですね、浦和レッズが勝利しました。はい、残り4試合であと勝ち点差が1なので、ぜひですね、勝っていただいて、アジアチャンピオンズリーグにですね、行ってほしいなというふうに思ってます。はい、ちなみに今日は天皇杯がですね、浦和レッズとサガン鳥栖かな、試合が あるので、まあ、それをですね、心の中で応援しておきたいなと思います。はい、というわけで本題に入っていこうと思うんですけども、まあ、この間はですね、即安書ですね、についてお話をしてました。即安書ですね、まあ、ちょっと簡単にですけど、これ後ろから見た図です。まあ、側弯症っていうのは骨盤があって、まあ、こういう風に持っていかれたら、そのバランスを取るために、今度はこっちですね、胸椎あたりが逆に引っ張られて、こういう風に上に来ることが多いです。で、肩甲骨もですね、バランスを取るために、最初に曲がった方は上がってて、逆に途中から曲がってきた方は下がってるってことが結構多いかなっていう風に思います。はい。で、ここの今まではですね、腰方形筋だったりとか、あるいはですね、中殿筋だったりとかですね、ってところのお話をさせていただいたんですけども、今日はですね、この部分ですね、この部分、ここがこういうふうに曲がってきちゃう部分、先ほど言ったようにこう来たのであれば次はこう来ないといけないです。で、こういうふうに持ってきたばっかりに腰だったりとか背中の痛みに関係する筋肉っていうのをお伝えしていきます。はい、で、その筋肉は何なのかっていうと、広背筋ですね。広背筋、ちょっとお見せしますけど、この青く光ってるやつですね。おお、見えますか。はい、これ両方ともあります。腰の骨盤の部分から腕ですね、上半身の上腕骨、腕の方まで行く筋肉ですね。かなり背中の中で結構大きい筋肉になってます。はい、まあ、この筋肉がですね、硬くなってくると腰痛になる方が多いんですが、まあ、どんな時に痛いのかっていうと、大体ですね、こう前屈をした時、お辞儀をした時ですね、お辞儀をした時だったりとかで痛いっていう方、何か物を拾うだったりとか、靴下を履く時だったりとかですね、そういった時に痛くなってくる方の原因の一つとして広背筋が考えられます。はい、じゃあなんで広背筋がですね、原因になってくるのかっていうと、まあ、例えば前回お話ししたように、腰方形筋がこっち、キュッて硬くなってしまったら、骨がこっちに行くわけですよね。で、その後そのバランスを取るために、こっちに倒れないといけない。倒れないといけない。なので、まあ、広背筋こうありますので、ほい。広背筋がこうあるので、体がこっちに一旦行ったら、この辺りですね、この辺を、こういうふうにキュッと倒して、中心を保とうとします。そうするとさっきみたいに肩甲骨がですね、左の方が右に比べて下がってくるような形になります。もう一回やると、こっちに側弯したらバランスを取るためにこういうふうな感じですね、キュッと倒して、で、キュッて倒されてるもんだから前に行くときにフィって伸ばされてしまって腰が痛くなってくるっていうような現象が起きたりとかします。なので、この広背筋をですね、柔らかくしてあげることっていうのが、まあ、大事になってくるわけですね。はい、じゃあ実際にですね、どうやって広背筋を柔らかくしていくのかというところをお伝えをしていきます。やり方はですね、まあ、ベッドの上、お布団の上、どっちでもいいんですけども、まあ、軽く正座というか、こういった状態を作ってもらって、ここからですね、こんな感じで両方手のひらを上にした状態で体を倒します。はい、体を倒します。で、その状態であっちですね、右をやりたい方は左側、左をやりたい方は右側を見ながら体重をですね、右の方は右側に体重をこうかけていきます。逆に左側を伸ばしたい方は左に体重をかけながらこっちを見る。はい、前から見るとこうあったらこういう感じの体重のかけ方ですね。こういう感じ、右側に体重かけたい場合は右側にこういうふうに体重かける、左側にやりたい場合は左側にこういう風に体重をかけるっていうのを、この状態ですね。なので右を伸ばしたい場合は右に体重をかけながらあっちを見る。で、
この辺りですね、この脇腹辺りが伸びてる感覚があれば、それは広背筋が伸ばせてるので、その状態で30秒ぐらい深呼吸をしながらストレッチをしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、という感じですね。はい、っていうのをやってあげると、先ほどまでこっちに持っていかれてたので、もし今のをですね、左を伸ばしたのであれば左のストレッチになるので、こっちに伸ばされて元に戻ってくれるっていう現象が起きてくるわけですね。はい、っていう感じで今日は終わるんですけども、まあ、大事になってくるのは、どっちにこう倒れてるのかなっていうのを見極めた上で、正しいストレッチだったりとかをやってあげる必要があるので、まあ、あなたがですね、腰がどっちに最初曲がってて、次どういう風にいってるのかっていうのを 見極めながら、ストレッチっていうのをやっていただければと思います。はい。そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みをなくすためのヒント、アイデアをお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちら無料でプレゼントしてますので、興味がある方はダウンロードしてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。